12月24日、聖夜の夜、世界中の人々が笑顔になれる貴重な一日のはずなのですが、ああもうめんどくせえ。どうやら一人穏やかではない人がいますね。一体何があったのやら、少し様子を見てみましょうか。ああもうこの国の子供たち何人いるんだよ。荷物の準備が間に合わないんだけど。2023年4月現在ではこの国の総人口はおよそ1億2330万人。そのうち我々がプレゼントを配る対象の小学生以下の人口は1623万人と言われています。別に真面目に人口教えてくれなくったっていいよ。でも今何人いるかだって。バカか、バカ真面目か。バカ真面目、それ褒めてるのかけなしてるのかどっちですか。多分どっちも。そういえばノエルはどうしてサンタの仕事始めたんですか。え、なんだよ急に。いえ、単純な興味的な質疑です。あっそう、そういうテリーはどうなんだよ。私は子供が好きなんです。ただ成績が足りず保育士にはなれなかった。そんな、何度もやればいいのに。もちろんすぐに諦めたわけではないですよ。6年にわたって何度も何度も資格試験に挑んだ。しかし結果は無残なものでした。きっと神様からのおぼし召しなんだろうなって思いました。お前はこれじゃない、これじゃなくても子供のためにできることがあるはずだって。そんな時にこの仕事を見つけたんです。あんたほんとバカ真面目だな。さあお次はノエルの番ですよ。どうしてこの仕事に。私捨て子だったんだ。自分の本当の親も誕生日も知らない。それもあって私を引き取ってくれたお父さんは、誕生日がわからないならせめてクリスマスを大好きにしてあげたいって思ったらしくて、クリスマスは毎年盛大だったんだ。でもそんなお父さんが亡くなって、お葬式の時に、はい、ノエルさん、この度は誠にお悔やみ申し上げます。あなたは。ああ、失礼。私は君のお父さんの同僚でクリスというものです。ああ、どうぞ。突然来てこんなこと言われても信じてくれないだろうが、君に話しておかなければいけないことがあるんです。実は君のお父さんの本職はサンタなんだ。え、は、え、は、え、こ、こえつよ。そりゃそうでしょ。本職サンタってなんすか。どういう仕事、時給いくら、福利厚生とか大丈夫。わー、なんかよくわからないと不気にしてるよ。動揺しすぎだよ、オタクの娘。もう、わ、もうちゃんとお答えしなければ。福利厚生はちゃんとしています。週休は3日です。ちなみに月給は、正社員は45万円です。控除とか全部除いてね。意外とちゃんとしてるんですね。ええ、ちゃんとどころか一般企業よりはちゃんとしてます。で、どうしてその話を私に。実は君のお父さんから君の話をよく聞いていてね、自分が死んだらこの仕事のことを話して
ぜひ君にもやってほしいと言っていたんだ。君さえよければ。子供たちのために働いてはみないか。って感じで、気づいたら随分時間経っちゃったね。お父さんの意思ですか。素敵なお話ですね。そう、はい、予想していた7倍はいいお話でした。いや、そもそものハードル低すぎないか。でもだとするとなおさら今日は頑張らなきゃですね。子供たちのためにも、お父上のためにも。うん、そうだね。めんどくせえなんて言ってる場合じゃないよな。よし、気合い入れて頑張ろう。気合い誰かの笑顔の裏にきっと誰かの頑張りがある。今回は子供たち、強いては世界中の人たちの笑顔のために毎年頑張ってくれるサンタさんのお話でした。サンタさん、いつもありがとう。また来年もお願いしますね。メリークリスマス。